ダリアのアニメの話をします。まあ、この作品に関しては批判するのも結構デリケートな作品かなと思うので、原作と漫画は良いなろうだと思いつつも、アニメとして見た場合の何がここまで空気化した理由なのかという話をします。まず北朝鮮との関係は公式が否定しているという大前提は必要だと思います。僕もそこを言及するわけはないし、まあ北朝鮮のスタジオが関わってる部分はまあカットしたんでしょう。そこは信じます。訴訟されても困りますからね。が問題はそこじゃないんですよ。要するにタイフーングラフィックスさんとイマジカインフォカさんが孫受けしまくるような制作体制で、自前でダリアをアニメ化する気がなかったということが何も変わっていないというのが問題だと思うんですよ。なんかその上で延期もしていない、まあ、クレジットから消したのか、それとも該当の場所を消したのかわかんないけど、まあ、手間はかかるはずなのに、まあ、結局違約金払うのが嫌だったのか、一切の延期とかフォローとかしてないからクオリティが見合ってないんですよ。少なくとも派遣なろうとしての風格は感じられません。同じレーベルつながりでダリアは無色転生や盾の勇者と同じような扱いをしてあげるべきだった作品だと思ってます。でもそうじゃないからね、うん。まあ、とにかく作画がなんか微妙なんですよ、うん。キャラデザが悪いというより、多分これ孫受け出してるところが下手なんだと思います。なんかやもったいっていうか、まあ、ぶっちゃけタイフーングラフィックスさんは S ランク娘や公爵帝もこんな感じだったんだけど、何も変わってなかったっすね、うん。どうしてこの制作体制にしちゃったのかという話です。ダリア時代は本当に派遣の作品だと思ってますからね。あとアニメに関しては脚本のテンポがおかしいです。トミアスの婚約破棄って原作でも最初にやる話だし、漫画でもそこまで引っ張ってないのにアニメでは3話もまあ引っ張ってて、なんだこれって思いました。こんなやつの話ってさっさと終わらせて、タイトル回収すべきだったんですよ、うん。ダリアがうつむかない話ですから。あとなんか全体的に、こう、飛びやすい用語的な気がするんですよね。うん。男性的な立場というか、なんかザマーキャラに割り振れてないっていうか、ダリアも悪いみたいな、そういうような雰囲気が感じる。うん。それでいて、なんか、マネボブみたいな、ナローモブドに、よいしょはされるけど、なんか、作ってる人たちが本質的にトビアスをザマーキャラだとして扱いたくないみたいな、そういう弱さを感じます。この時点で、ハズレ枠の方がよっぽど上等です。あれはちゃんと、クズと善人を分けてるわけですからね。うん。というか、今期のナローアニメで、ぶっちぎり一番ひどいのダリアアニメですからね。原作力は置いといてさ、うん。あ、良いところを褒めると、声優さんとオープニングとエンディングが良かったです。うん。まあ、結局、ちゃんとした制作体制を用意しなかった側が悪いですね。うん。普通に東方に投げても良かった案件だっただけに、本当に悔やまれます。